いる大西洋の宴会である。アイルランド海とも。大西洋とは、アイルランドとエールズ間のセントジョージ海峡で、南側、アイルランドとスコットランド間のノース海峡を通して、北側でつながっている。また、アイリッシュ海の真ん中には、マンシ島が存在する。最後の表記が終わり、温暖な気候に変わった時、アイリッシュ海は、 最近の2万年間で一連の劇的な変化を経験した。氷河期の真っただ中には、現在の海の中心部分はおそらく淡水湖であった。1万年前に氷河が交代し、湖が海と再びつながると塩分を含むようになり、次にかつてのように完全に塩辛くなった。グレートブリテン島と異なり、アイルランド島はヨーロッパ大陸と、 トンネルや橋で結ばれていない。このため、貨物輸送の大半は海運によっている。グレートブリテン島との間では、北、アイルランドにある港は、年間1000万トンに及ぶ貨物を取り扱っており、一方アイルランド共和国側にある港は、年間760万トンの貨物を取り扱っている。リバプール港は、年間3200万トンの貨物と73万4000人の、 旅客を扱っている。ホーリーヘッド港はダブリン港とダンレアリー港から来る旅客の大半が利用しており、また330万トンの貨物を取り扱っている。アイルランド共和国の港は年間360万人のアイリッシュ海横断旅客が利用しており、これはアイリッシュ海を横断する全旅客の92%に達する。 この数字はここ数年で着実に減少している。アイリッシュ海を横断して、グレートブリテン島とアイルランド島を結ぶフェリーは、スンジコーク館、フィッシュガード、ロスレア艦ペンブローク、ロスレア艦ホーリーヘッドダンレアリー艦ホーリーヘッドダブリン艦ストランレアベルファスト艦ストランレアラーン艦ケアンライアンラーン館などに解説されている。 リバプールとベルファストの間をマンシマを経由して結ぶ、ビニア、バーケンヘッドから直行するビンもある。世界最大のカーフェリー、ユリシーズがアイリッシュコンティネンタル社によって、ダブリン、ホーリーヘッド間に運行されている。また、スウェーデンに、本社のあるステナラインもフェリーを運行している。バローインファーネスは、イギリス最大の造船所で、また、 イギリス唯一の潜水艦建造所でもあるが、港としては小さい。アイリッシュ海は、英国放送協会による船舶無気象予報放送で使われる海域名でもある。アイリッシュ海トンネルに関する提案が過去に何度も行われている。第一次世界大戦中、アイリッシュ海は、有望と通料理として有名になった。 アメリカ合衆国が1917年に参戦してから u ボートはその活動の中心を大西洋からアイリッシュ海に移した。以下にアイリッシュ海沿岸に所在する主要な都市を人口順に示す。アイリッシュ海にはウィンズ・ケールにあるイギリスのグミオープルトニウム239核処理施設と発電所による重度の放射能汚染問題がある。 生産開始からの数十年間で、推定 250kg ものプルトニウムが、海底に堆積した。アイリッシュ海に面した1、ダイレクトパッセンジャームーブメントバイシーフロム &2、アイルランド、アイルランド中央統計局 U、ボートアレイバイ、ロイストークス、パブリッシュドバイコンプレック、ISBN0 から9549,186から、0から6。 ザオーインマップスザ s The i r i s UBOAT.net ハット、セラフィールド再処理工場による海洋汚染の実態消えない放射能汚染マイナス -90 年代半ば以降、定常状態となっているセシウム137の濃度。三浜の会三浜、多い、高浜原発に反対する大阪の会。2014年5月26日閲覧。 再処理工場周辺の海の放射能汚染原子力資料情報室2014年5月26日閲覧ありがとうございます